皆さんこんにちは。私たち豆島の大群です。イエーイ。実は皆さんに内緒である実験を行っていました。どういうこと？何の実験？怖い。先ほど撮影した食レポ対決は嘘の企画です。食レポしたんだけど。うちも食レポしたよ。カレー食べたよね。食べたよ。で食レポしたよ。食レポした、ね、美味しかった。美味しかったよね。美味しかった。あー美味しそう。スパイシーですね。そうロケ中、お店に失礼なカンペがいくつかあったと思います。ありましたね。カンペ変だったよね。めちゃくちゃ変だった。なんでこれ今こんなこと言わせるんだろうって、なんかなんでこんなこと書いてるんだろうって思った、皆さんがどのような対応をしたのか、これから VTR を見て振り返ってみます。やだ、もう本当見たくない。マジ？待って、超見たくない。どうしよう、もうやだ。本当見たくない。じゃあそれではみんなで見ていきたいと思います。準備はいいですか？やだ。いきます。最初は誰かな。あったわ。美味しそう。ありがとうございます。食べてもいいんですか？いただきます。なんかスパイスがすごい効いてますね。美味しい。でもカロリー高そうです。確かに改めて聞くと失礼だよね。確かにめっちゃ失礼。まあ普通のカレーとそんな変わらないし。あ、そうなんですね、はい、じゃあ絶対こっちの方がいいですよね。ありがとうございます。おー、フォローした。これ食べたい。毎日食べたい。でもこれカロリーが高い。いいですか。普通のカレーぐらい。そうです。結構辛みが結構しっかりきます。でもこれ結構カロリーとか高そう。最初は全然分かんなかった。逆になんか紛れ込んでるのかと思って、カロリーが高いものが。でもカロリー高そうですよ。高そうですよ。いや、そうなんですね。聞いといて。何？全然反応しない。最後ね。何？すごい美味しいね。マシだったかな。やっぱカエルかな。カロリーたっぷり。エネルギーたっぷり。本当にこれ。だってみんなはさ、カロリー高そうですよねみたいな、高そうですかみたいな感じで聞いてたけど、エネルギーって言い換えてるから。まだね。よかった。
いや、これは失礼じゃない。楽しそうに何に向かってですか。今やる気満々。カメラが振り回れちゃったよ。違う、スプーン置いてっから。キーマカレー食べて美味しい、嬉しい、スパイシーなカレーだね。いや、可愛い、可愛い。どうだろう、おいしい、うれしい、スパイシー。No, you? おいしい、うれしい、スパイシー。うわー、言うことなら、ちょっとテンションが感情を感じます。おいしい、うれしい、スパイシー。キューだ、キューだ、楽しそう。愛かは言う、愛かは言う。テンション抜いたの。何だ、恥ずかしかったんじゃん。恥ずかしかった。これは。美味しい。嬉しい。めっちゃ美味しい。ゆえよちゃんと言うなら言って。何？美味しい。嬉しい。スパイシーですね。チンタも言ってる。美味しい。ちょっと美味しい。あっち向いた方がいいですとかね。何してんの。なんかもう見るのが怖くなってきて、ね、本当に怖い。あーこれはね、レトルトなわけないだろ。ないんだよな。あんな美味しいレトルトあるわけがない。みゆき言うかな。みゆき、これってレトルトだ、はい。そうですよね、スパイスを削って食られてるんですよね、手作りですよね。必要だよね、確かにこれはね。レトルトです。レトルトじゃないですね。最初からもんじゅうが。そうです、美味しいですもん。全然レトルトより全然美味しいです。本当に。カエルも言わなさそう。美味しくて。幸せにしっかりしてたし。これってネット聞いたじゃないですよね。でもなんかネットじゃないですよねって言ってる。ですよね。結構辛いなっていう印象が結構あるんですけど、でもなんかお肉の風味とかちゃんとしててすごい美味しいなって思います。あ、来た。あ、カンペください。カンペおかしくないですか。言った。だってお店だから。ちゃんとご主人が作られたものですよ、ね。カンペおかしくないですかって言った。訂正してんだ。美味しいです。なんか絶対レトルトとかじゃ作れないような。ですよね。すごく美味しいです。すごっ。終了なの。終了。世の中の時点で終了なんだこれ。そうだったんだ。いや、うん、じゃあすごいね。このレトルトですか、さすがに食レポなのにちょっとおかしくないと思ってしまって。確かに。そう、ちょっと言ってしまった。さすが、ビシッて言ってたもんね。さすが、すごい。言えない、めっちゃ言えないこれってちなみにレトルトとかだったりするんですか。ちゃんと一からですか。そうですよ、レトルトで、ごめん、なんかちょっと失礼な。いや、大丈夫。もしかしてこれってレトルトですかみたいな。ちなみに、ちょっと聞いていいのかわかんないですけど、はい、これお米って、はい、これお米もちゃんと炊いたやつですか。お米炊いたやつです。何で聞いたやつ。何でプラスやつ。何言うの。もっと失礼だよ、それ。なんで。レンジでチンするご飯ばっかと思って。言われたから、じゃあお米も聞いた方がいいのかなと思って。いやだからじゃあなんかさ、広げないとダメかなって思っちゃうじゃん。でもこれ、このカンペは、うん、いや失礼だよ、本当に失礼。確かに。じゃあ続いていきます。はい、なんだろう。ええあったわ。だってさ、あった。でもご主人のことも聞かなきゃ。おいで。ご主人は結婚してるんですか。結婚してます。うん、じゃあ不倫とか。大丈夫じゃない。大丈夫じゃな
大丈夫。あ、やられてないですか。はい、やってないですか。ちょっと、はい、よかったです。結婚の確認してからちゃんと聞いて。これはね、さすがにね、言えないよ。シャイニアスが多くて。やるんですか。どう思いますか。大変だなと思います。大変ですよね。困ってるね、やっぱり。それ苦笑いする。あ、T シャツ売ってるんですか。急な急な急な笑い変えようと思って。ご主人は今までの不倫とか急に聞きたいって。そうですね、こんな美味しいカレー作る人が不倫なんてね、まさかなかったですよね。本当にそうだね、こんな美味しいカレー作る人が不倫しないです。全然フォローできてない。うまいでしょ、フォローの仕方。え、楓言うのかな。うん、ご主人は結婚とかされて。結婚してます。やっぱマジ聞く。不倫とか大丈夫です。大丈夫。そうですね。そうです。不倫とか最近ニュース。聞いちゃうんだ、楓。言っちゃったもん。楓はそれこそ言わないこと、言わないかと思った。具が優秀でしてるんです。ご主人は、はい、ちなみに不倫とか、ストレート。大丈夫じゃないですか。はい。したりしないんですか。はい。違うね。違うね。何人か他に作ったりとかもしないんですか。カレーですか。カレーを何人の女性とかに作る。お客さんには作ります。いや、そういう関係の人なんですね。そうですね。そうなんです。分かってるよ、うん、知ってるよ、うちだって、うん、ね、でもなんか広げた、しかも聞いた広げてなんか美味しいんだよ。スパイスのなんかスパイス聞くノリでさ、不倫とかしないやめてほしいよ、本当に。うん、だからみんなすごい結構ストレートに言うよね、言っちゃった。全然食レポとは関係ない。いや、だから、うん、ね、そう、ご主人との会話もちゃんと、うん、した方がいいのかなって思って、なんかそれもの他に雑談みたいな、ご時世だからね、世間話みたいな、しかも最近話題だし。なるほどね。じゃあ次が最後ということで、うん、でいきます。あー、絶対言わないわけですよね。絶対言わないよね、これは。言わないじゃいけない、さすがにダメだよ。来た来た。今朝こんな感じなんじゃない。ご主人。似てるんですよ。色が茶色なの。ふざけんなよマジ。ご主人ごめん。食べ物だよ。ごめんなさい。花芋言うの。うん、プール。うん、今朝こんな感じで待ってた。すんなり、なんか、ガチだって言っちゃう。ガチで、なんかもう出てそうな感じで言う。楓。楓言わないよ。いや、言わないよ。言わない、言わない。タイトルだぞ。めっちゃ感じで。うちしないよ。そう、アイドルだから。フリーズ。準備してない、大丈夫。何今朝こんな感じのうんちが出てる。言ったなんで友達くんなんで、はい、友達くんの友達だった出ました。しかもめっちゃ言うやん。でも楓めっちゃフリーズしてさ、すっごい迷ったよね。言うか迷ってたの。言った方がいいのかな。どうしよう、どうしようって思って言ったよ。言ったね。嬉しい。いやいや、もう大好きましたよ。あ、いいか。あ、見たら、もう、もう、ちなみに笑ってめっちゃ笑うやん。じゃ笑っちゃうじゃん、その変なの出たら。あの、私、ちなみに今朝、なんかこのキーマカレーみたいな感じで、みんなそうなんです。すごい本格です。なんか初めてこのキーマカレー見たとき、そっくりってちょっと待って。あ、入って
確かに。ワードはあれは本当に失礼すぎた。やっぱね。ね、こんなに失礼なことばっかりね、カンペの言う通りにしてたらもう食レポの仕事も来ない。やだ。やだ。食レポしたい。牛もいっぱい食べたいもんね。食べたい。食レポ、やっぱ食レポできないと牛も食べれないですか。うんうん。そうですよ。4人も素直ですね、みんな虫歯素直だね。じゃあまあ勉強になりましたよ。自分でちゃんと判断した方がいいかね。自己判断必要だね。判断がちゃんと良くないのは言わない。脳みそを通してから。そうね、名古屋が全員行ったもんね。本当にご主人、本当に申し訳ありませんでした。チャンネル登録よろしくお願いします。